どうも、愛太郎でーす。広島旅行パート2。宮島行ってきます。宮島行風がすごい。じゃあ今から飛び降りてみたいと思います。宮島到着しました。鹿に会いに行こう。鹿と100匹キッセルまで一回やる。門の前後ろは注意です。おいしそう。揚げもみじ。揚げもみじまんじゅう。うん、今から揚げもみじまんじゅうを食べたいと思います。めっちゃ見られてるみんな。まんじゅうのチーズです。食レポできないけど昨日もやった。あ、おいしい。中はチーズですね。うまっ。ホットミックスケーキみたいです。うん、うまい。すごい、いい匂いがする。うろうろしてる。あの見た目やば。なんかもうもういいや。はい、今鳥居に来ました。ディレクター。この企画は今から10人にナンパしていきたいと思います。現地調達。それ俺もいいや。怒られちゃう、怒られちゃう。両手を清めなきゃいけない。この一杯でここ入っちゃダメですよ。清める。本当ですか？え、これちょっと。カレーがいい匂いするっすよ。カツ丼です。広島に来てカツ丼です。どこに行くんだっけ？宮島の山。宮山？あ、めっちゃ涼しい。あ、やばい。ロープウェイに乗ってまーす。出発。後ろ怖そうだね。怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。なんか上が見えないから。上昇。これ無人時な。でも大きいやつ。そうだね。バンジージャンプ、この前話したじゃん。うん、こんな感じじゃないの。山頂に着きました。イエーイ、おめでとう。山頂着きました。いい眺めです。あそこから来たんだね。あそこから来たんだもんね。いや違うよ。あっち。ごめん、適当な辺でしょ。あっちでした。あっちでした。あっち。これ下るのか。また頑張って下ります。またじゃあ、あのラムネ取ります。跳ね返ってきた。どこに当たった。壁でしょ今。なんか跳ね返ってきた。自分に当たってんじゃん。ラムネ、ラムネ、ラムネ行く。手前出したよ。あ、こういう感じでダサくないこれ。やれよって言うね。
わけ、あたさん。取った。これもらっていいんですか。ありがとうございます。ゲット。字が違うって。え？こっち側と反対側と。あ、字違うんだ。すごいな。あ、ゆうたろうしゃもじを作ってもらっています。これを家に飾りたいと思います。あ、ゆうたろう特製しゃもじを作ってまいりました。これからこれを家の後ろに飾りたいと思います。皆さんもぜひ宮島に来た時は作ってみてくださいね。今から柿を食べます。